来るべくして来た復活っていう感じですよね。僕たちはまず暴力を振るわないんだ、なんか納得できない。権力の本質って権力構造っていうのはすごく初期的な段階を想像していたときに、いわゆるリーダーオブザパック的な群れの頭、猿でもいいんですけど羊の群れでもいいかもしれない、そういった場所における権力関係ってやっぱり動物レベルでも生じてはいると思うんですよね。もちろんでそれは基本的にはその生存戦略としてある種そのリーダー格がいて、それによってそのメスの安全を守ったり、まあ、餌を取ってくるっていう権力関係の初歩的な状態であるっていうのは言えるんですか、ボスザル的なものとか。これ人間社会のところに当てはめていった時に、まあ、いろんな条件があってこの我慢を強いられるっていう状態っていうのは社会的な良きっていうのの以前にある種その動物が生き残るために取らざるを得ない我慢っていうものを動物レベルでもやってはいると思うんですよね、うん、そことは区別して考えた方がいい。それがねとても大事な問題ですね、うん、そして複雑な問題です、うん、話すと長いです、うん、簡単に言うとね権力の本質って物質力じゃないっていうことです、うん、だからそこを処方にしない方がいい、うん、元の、その動物たちにとっての物質的って身体的つまり近接性を害しているよね。それだと大きな集団全然作れないよね。でそのことをその最初にお話したけど、うん、その考えていただくとそういう物質力でそれはできないよね。その橋田さんのこの本を読んでやっぱトマス・ホッブス17世紀半ばに書いたねリバヤさんを思い出した。で僕ここでも話したけどリバヤさんのキーワードは万人の万人に対する闘争ではなくてトラストなんですよ。この山上達也による暗殺の話で朝日新聞にも書いたことですけどね、我々はみんな自力救済していたと。で自力救済には怪我もするし死ぬし、うん、仲間も失うしいろんなコストがかかるなと思う。自力救済そう暴力が基盤ですよね。その暴力を手放して一箇所に集めると、うん、そのことによって自分たちは暴力を振るわなくてよくなるから、あるいは私的なこいつが暴力を振るうっていうことがなくなる、暴力を手放したから、うん、だから、はい、結果トランザクション取引ができます、うん、よくリバイアさんのね孤独した若い人ってこの自然権を手放して統治権力ができたっていう、つまり自力救済をやめてなんか納得できない、もともと強い暴力団のボスみたいなやつは手放す必要ないじゃないですか。それがポイント。物理的につまり喧嘩が強いやつだって経済取引やらないと生きていけないしお金欲しいよね。そうすると売買契約、まあ、場合によっては雇用契約と必要だよね。そのためには契約したら守るっていうふうに思ってもらわなきゃいけない。でも契約したら守るかどうか、今までジョーさんは非常に無軌道で暴れん坊のユダヤの仮面みたいな昔のね、うん、やつだった。今から信頼しろって言われても大丈夫なんですよ、すごい統治権力があれば。そしたらその私的なその喧嘩強い弱いみたいな、まあ、難しく言うと私的暴力源泉の高が多い少ないがあっても呼び出しボタンを押せば統治権力が暴れている城さんを取り寄せてくれる。これすごいアイディアなんですよ。万人の万人に対する闘争じゃない、なんで僕たちがゲバルトを手放すことができるのか、それによってできること切り開かれる地平があるからなんですよね。この本を読みになってホッブズのリバヤさんを読んだことがある方はいやー来るべくして来た復活っていう感じですよね。僕たちはなぜ暴力を振るわないんだ、不思議ですよね。